Hello guys! 旅するラジオ DJ 荒井翔です。今回は利尻島を旅した模様をお届けします。札幌岡山空港から Let's take off! お、見えてきました。利尻島、雲に囲まれて神々しいですよね。到着してから靴形岬へ。サンセットが本当に美しかったです。夕飯にはホッケの開きをいただきました。美味しかった。しっかりコンビニもあるので安心ですね。次の日はプライベートツアーに参加して利尻旅を満喫しました。 Hello guys! さあ今日はですね、利尻島で、まあ、1日フリーなのでサイクリングに出かけたいと思います。いや見てください、この海とってもね気持ちいいですよ。じゃあレッツゴー。すごい、こんな食べられないからね。包丁でそうやるんです。すごい。これがそのいわゆる天然の昆布。これしけてですね、はい、まあ、昨日とかも結構しけて。これ30円にならないけど。うわ頭が大きい。これが根っこじゃないですか。でこいつがちぎれちゃうわけですよね。そういうこと。これが昆布ヌメヌメして来てくれる現象です。これうわーでかいな。しかもこれもう相当いいあれが出るよ。25キロあるサイクリングロードからの景色は最高でした。山、雲から出てきて、これ利尻さん神々しい。こんにちは。次にやってきたのは姫沼。沼の周りには利尻島にしかない植物もたくさんありましたよ。島内では新鮮な湧き水も飲むことができちゃいます。冷たいよね。冷たい。やっぱ今日も冷たい。やっぱ日によって変わるんですね。うん、冷たい。ランチにはホタテのカレーをいただきました。見てください、ホタテのフライ。単純にお腹すいていたのか。デリシャス。続いては白い恋人の丘、北海道銘菓のパッケージの景色です。クマすごいですね。一回泳いできた話知ってる？はい。このちょうど南側の南東のこのエリアって続いてやってきたおたとまり沼。ここから見えるまた利尻さんは So magnificent。 ここではお土産もたくさん買います。やっぱり昆布物が多いですね。どうも、ホタテ貝柱。美味しそう。翌日はバスに乗って観光に出かけました。前方趣味先の駐車場で素敵なパン屋さんに出会いました。羊羹パン、懐かしい味がしましたね。食べてください。
これ美味しかった、いただいて食べてみましょうか。シラスパンとちくわパン買ってます。これ北海道のかぼちゃ、うん、みかん箱のような小さなお粉でございますが、ここにと混入させていただきまして、北の厳島弁天宮と名前をつけております。思い際たどる君の手にエーデルワイス花開く、ここ最果ての利尻よれ分。バスガイドさんのファンタスティックな歌声も披露していただきました。郷愁を誘いますよね。押し止まりに戻ってきて、最後に食べたのは利尻昆布をたっぷり使ったラーメン。この食べっぷりをご覧いただきながら今回はお別れです。利尻旅いかがでしたか？もしこの動画を気に入っていただけたら、高評価にコメントいただけるととっても嬉しいです。ではまたお会いしましょう。 Thank you for watching guys and see you again. Bye bye.